はい、ということで、ここまで一生さんには学生時代のお話を中心にお話しして、社会人になってからのお話もね、伺いましたけれども、なんかもうお話聞いてると、このデザイナーになる方ってこうやってなるんだっていうか、そのお手本のようなね、道をたどってるんじゃないかなって私は思ったんですけど、実際にでもメーカーで働きながらデザイナーに実際になるっていうところは、どんなきっかけというか、どんなまた一つ大流きなれが決ね、断がはい、あっあったたんとでし思うんょですけど、そうですね、もうでもずっとでも僕の中でも温めてきていて、でそうこれがまあそうだな、いろいろとまあ考えた結果、まあ沖縄にも帰ってこようと思って、でそれが2009年だったんですけど、でそれからもう2009年、そうですね、で帰ってくるタイミングの時に僕もある程度沖縄をリサーチはしてたんですね。工場さん見たりとか。ただやっぱ沖縄で、まあ、こういった僕が勤めてるアパレルメーカーだったり、まあ、縫製工場さんはいくつかあるんですけど、がほとんどなくて、でやっぱり東京から戻る時にはいろんな方に沖縄に行っても何もできないんじゃないかっていうことをやっぱり言われて、大反対されてきたんですけど、まあ、でも地元でブランドを立ち上げたいっていう思いがあったので、それで立ち上げて、最初はやっぱでもあれでしたね、全然もう誰も知り合いがいないというか、もうこの業界でもないし、で本当にここでやっていけるのかと思ったんですけど、もう構想していることは一応あったので、5月に帰ってきて7月にはもうブランドを立ち上げて、早いですよね。でそこからもう形をどんどん作っていって、9月ですかな、9月、その年の9月にはまあ六本木の展示会をに参加していて、でそこからやっていくんですけど、でも言ったら、まあ駆け出しのブランドでなかなかやっぱ物が動かないんですよ。最初は全然ダメだったんですけど、まあ沖縄である人との出会いがあって、僕を急激に変えてくれたというか、すごく今でもお世話になってる人なんですけど、そういうことを浅田さんがさっき言ってたああ、そうなんですか。リバチェ代表のあの井出名さんはにい。お世話になって、その方と出会って、それからもういろんな人を紹介していただいたりとか、沖縄でのまあ発展っていうのはもうそれがもうで、だいぶいろんな人に可愛がっていただいて、で少しずつ、まあ今の前身のブランドカバーっていうブランドをやってたんですけど、それをだいたい6年かな、7年ぐらいやって、ちょうど取材に来ていただいはい、た2年前、2015年ですかね。2015は年い。にブランド名を改名しようと。でブランド名をやっぱりもうちょっと自分が世界に出ていくために誇れる名前をと思って、カバーっていう名前から比嘉、沖縄の名前である、自分の自身の名前でもある、まあちょっと比嘉っていう感じにはなってしまいそうなイメージもあったんですけど、いいイメージのものさえ作れれば、比嘉っていうこのうちなんちゅのこのソウなんルていうネーか、ムみたいなね、感じですそうよそうね、そう、代表的な。それがもうちょっとかっこよく見せれるんじゃないかなと思って、で今に至っているんですけどね。なるほど。なんかね、ちょっと聞いてみたいんですが、はい。僕らフリーアナウンサーの世界は、フリーアナウンサーって自分で名乗って名刺とか作っちゃえば、もうその日からフリーアナウンサーになっちゃうんですけど、ブランドを立ち上げるっていうことは、どんなこと、今日名乗ればいいってものいやではでなもいです一よ緒ね。ですよ。似てます？ただ、まあ、それが認知されるかどうかだと思うので、一緒だと思います。それは私デザイナーですっていうことを例えば学生の子が言っても、それがそれなりのやっぱりものであって、それなりにことをやってれば、それもじゃもうれっきとしたデザイナーだとは思いますし。ただそうは言ってもですよ、環境的に例えばブランドのものであれば、もちろんデザインもそうですけど、いわゆる縫製で、いわゆる作品が上がる、でそれを実際に販売し、まあ、収益に対する今度バックヤードのお話も出てきますよね。この辺を含めて全てプロデュースする感覚じゃないですか。そうですね。そこの労力って結構大結構変大変です。通常僕が今でですよもね。沖縄でこうやってるアパレルブランドを持ってるっていうのは、
ちょっと異例で、あのアパレルブランドって言ったら一人でやってる人ってほとんどいない、あの、まあ、デザイナーは、まあ、オーナーがいて、まあ、経営者がいてで、まあ、プレイヤーであるデザイナーさんがいて、はい、パターナーさんがいてっていうので、まあ、いろいろとチームになってアパレルブランドっていうのを運営するのが一般的なんですよ、うん、でも僕は言ったらそういう、まあ、お金もないしなんかそういうところから始めてるので言ったらまだまだ全然ちっちゃいブランドではあるし、できることからでも、まあ、発信をしていくことでいろいろ変えていけるんじゃないかなと思って、うん、まあ、無謀ながら走り続けて今8年目になるんですけど、はい、いやでも比嘉っていうネーミングがもうそのお名前を付けられる時点で視点がグローバルですよね、はい、沖縄の方がもう比嘉って聞くとあの漢字のね名字の比嘉で、はい、あのとってもなんていうんですか、沖縄ではまあ馴染みのある名前としか受け取らないんですけど、それが一生さんの手にかかるとですよ、このねロゴもすごいかっこいいですし、全然比嘉っていう名前の、はい、イメージが、これの時の、はい、あ、ありがとうございます、はい、せっかくなんでじゃあ、はい、その比嘉に一新された時の出展された東京コレクションの写真ですよ ね、 すね、はい、私も同行させていただきましたので、頑張ってみました、これ同じような方にお見せできないのが残念そうですね、こう伊勢さんご自身からこの今の比嘉ブランドのこの個性といいますか特徴ってどんなところに置かれてるんですか、はい、沖縄でものづくりはしているんですが、僕の、まあ、ブランドのコンセプトとしては大丈夫ですか、あ大丈夫です、あのまあ、どこにいても自分らしくいられる服っていうのをコンセプトにしているがために、あの、まあ、沖縄沖縄例えばすごい派手な花柄とかそういったものは特になく、うん、あのまあ部分的にこういうあの花柄をモチーフにしているデザインとかはあるんですけど、基本的にまあ女性がどういうふうに着るのかで 楽でいかに楽ででもスタイリッシュに見せるかっていうことをやっぱり、はい、基本的に思いながら洋服を作ってる感じですね。そうですね、今手元で拝見していくシルエットなんかもそうなんですけど、はいはい、そのスタイリッシュっていうか全体のいい意味でのライン出しと、はい、その着こなし方のイメージがすごく伝わりやすい、はい、ありがとうございます、仕方なのかなというイメージですね、うん、この比嘉ブランドをこう大きくまた認知してもらえるようになったきっかけが、はい、その春菜さんも取材した東京店のコレクションへの出展というところなんですよね、はい、やっぱり東京コレクションに出展されてからは、はい、あの反響ありました、いや、まあ、今ここに呼んでいただいているのも、まあ、その余韻がまだ残ってるというか、大きかったですね、やっぱり、未だにやっぱり今ちょうど比嘉というブランドと別で、はい、まあ、海外のちょっとデニムメーカーからの依頼で、まあ、デザインデニムのデザインをしていたりとか、はい、まあ、とある、まあ、沖縄のホテルさんのユニフォームを携わらせていただいたりとか、はい、ああそうなんですね、はい、ちょっと今はまだ言えないんですけど、はいはい、はい、あそうなんですね、あとでちょっと放送終わってからこっそり、はい、なるほど、ここまで今比嘉さんをどん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 こう成長させてくれてるっていうのはやっぱり比嘉さんご自身の行動力、うん、チャレンジ心っていうところかなと思うんですが、うん、はい、ご自身ではいかがですか。いや僕はまあ思うがままにまあ進んできてるんですけど、やっぱりでもまだまだあのもっともっと行きたいところで、あの自分の目標が大きすぎて今そこに全然届かないんですけど、それを少しずつまあ形にしていってる形、はい、感じですね。ちなみに目標というのはまあ、この間ちょっとまあ取材他の取材でもあったんですけど、まあ、学生の頃に掲げた夢で、まあ、東京コレクションは通貨店で、まあ、沖縄からパリコレクションにできるなっていうのを思っています、はい、うん、ただ相当やっぱ大変だと思うので、本当に生きてるうちに出れればっていうことはそれながらいつも言ってるんですけどこれちなみにパリ楽しみですコレクションの、まあ、参加できる条件みたいなものって何か定義されてますか、はい、
ちゃんとはっきり聞いたことないんですけど、まあ、よく聞くのは推薦状がないといけないっていうのは聞きます。まあ、それは多分東京で活躍されたとか、はい、ある程度のやっぱり信用とがあって、ある程度のか、うん、そういったのが重なって、まあ、いろんな協会にお願いしたりとかして、それでやっと出れるっていう、普通の、まあ、僕がやった東京コレクションの場合は、過去の作品と書類とで審査かけられて出れたんですけど、それとはまたちょっと違って層が厚いですね、うん、いろいろ多分いろんな力がないとダメだと思いますね。いや、やっぱりこれで日がっていうねブランドが、うん、出てほしいな、はい、今想像しちゃいましたよ。楽しみですね、うんうん、そのためにおっしゃったみたいにこう、はい、県内のホテルさんからユニフォームの依頼が来たりとか、はい、海外のメーカーさんからこうお声掛けがあったりっていうところ、はい、こう着実にステップアップされてる感じ伺ってる分ではありますけど、いやいや、まだまだ、いや、もう全然です。本当にもっともっと、やっぱ本当に上がいるので、この人たちに少しでも追いつけを起こすしていかないと、そこにはたどり着けないと思うので頑張りますよ。一つやっぱりファッション、さっきもおっしゃってたみたいに、はい、例えばかりゆしウェアのように沖縄らしさっていうものをこう機能性、涼しさとこう合わせて、はい、世に出るファッションもありますけど、はい、こう比嘉さんの場合は今日着てらっしゃる洋服は、うん、こう琉球藍染めの技法を使ったシャツということなんですが、はいはい、その前にまずこう、うん、沖縄を原点にした比嘉さんの個性をこう、うん、発信されてるような感じ、比嘉さんがいいって思うものを発信されてる感じをすごくね強く僕受け取りました。ありがとうございます。いや、もう本当でも洋服はどこから、もう今こういう時代なのでどこから発信してもいいと思うし、自由であるべきだと思う、はい、だ、まあもちろん TPO っていうのは存在するし、でもその中でも可能性がすごく秘めてるものだと思うので、まあ、洋服を通して夢をというか元気を与えられるようなことができたらなと思ってますね。いや、楽しみだ。楽しみですよね。あと一つ触れておきたいのが、結構比嘉さんのお洋服って、はいはい、沖縄の素材もいろいろ琉球藍だけでなくて、はい、いろいろとモチーフにされてますよね。そうでしたね、まあ、コレクションの時はブーゲンビリアだったり、あとはガジュマルだったり、その辺をまあプリント柄に、入れたりとかしてたんですけど、まあ、今後でも、まあ、琉球藍も含めて、ちょっと、まあ、天然の染め物を沖縄らしくちょっとやっていきたいなとは思っていますね。あ、そうなんですね。やっぱり沖縄らしさっていうところも比嘉さんらしさ比嘉さんがいいと思うものにこうミックスさせていって、うん、はい、うん、こう逆にそんな比嘉さんのこう根っこを作った沖縄ってどんなところなんだろうって、比嘉さんっていうフィルターを通してまた沖縄にもたくさん興味をね持ってもらえそうな、そんな可能性もありますね。うん、そうですよね。ありがとうございます。もうなんかファッションの、はい、まだまあファッションが有名な島ではないと思うんですけど、うん、少しでもなんかファッションでもすごい盛んな島だよねっていうふうに、僕はなんかそういうふうにできたらなと思ってますね。うん、いいですね。沖縄のおしゃれがグレードアップするといいですよね、はい、おしゃれも楽しめる島沖縄という形でね、比嘉、はい、さんがフロンティアになってくださるっていうところもね、うん、もうきっとその夢ももうすぐそこまで現実のものになるっていうところまで来てるんでしょうね。頑張ります。最後にもう少しだけお時間あるんですけれども、はい、ぜひ比嘉さんに、まはい、こうファッションの世界、はい、夢見ている若い人たち、はい、また比嘉さんのように一回社会に出たけれども、うん、こう夢を持って諦めたくないと思っている方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、そういう方に一言比嘉さんからメッセージを送るとしたら、はい、本当に今は情報がもうすぐ交換できる世の中なので、よくものを見てよくものに触れて、でその便利な情報手段をうまく使って、アパレルというか、まあ、このファッションはすごい大変な業界ではあります。正直大変な業界なんですけど、ものすごく可能性を秘めてる
あの業界でもあるの で人を魅了する人に何か勇気を与えるパワーを持ってる業界だと思うので、まあ、そこに、まあ、気づいて諦めないで、沖縄からもっともっと若手のデザイナーがどんどん出てきて、まあ、そういう人たちと僕も一緒に仕事ができたらなと思います。むしろその先に走り続ける比嘉さんの背中を若い世代の方がねまた受け止めながら次の世代が情報配信までつながっていくともっと面白い可能性出てきますよね。そうできたら、はい、ワクワクしますね。こう比嘉さんの作品を実際見てみたいですとか、はい、こうコンタクトを取りたいという場合に、まあ、お店も、はいはい、持ってらっしゃったりというところだと思うんですが、そうですね、これは住所とか言った方がいいですが、まあ、松尾に、はい、まあ、ルームブティックっていう、まあ、ショップを去年の6月にオープンさせたので、これ場所で言うと松尾どのあたりでご説明した方がいいですかね、はい、浮島通り近いですよ ね、 そうですね、浮島通りから、うん、浮島通り入っていって、ちょっと行くんだところではあるんですけど、まあ、ひが .jp で、はい、サイトも終わりですよね、はい、検索していただくと、はい、そこに今ルームブティックの、まあ、取扱店がございますので、あ、では一旦、はい、ブランドのホームページ経由で場所を確認した方が早そうですね。いや今日も本当にいいお話を聞けたと思います。で、本当ですね、私も喋ってないでずっとお話伺ってた。すいません、ね、喋りすぎました。珍しいなと思いましたよ。あ、逆にもう本当に私たちもね、はい、本当に刺激を受けました。本当にこの番組をやってる意義、さらに比嘉さんがねまた強いものにしてくれたかなというふうに思います。本当にお忙しい中今日はありがとうございました。ありがとうございました。デザイナーの比嘉一生さんに今日お越しいただきました。アイネットラジオパーソナリティは吉田哲太郎、小戸春菜と DJ 朝、本日も3名でお届けいたしました。また来週この時間にお目にかかりましょう。さよなら、さよなら。